清シ、ネパール戦争。清シ、ネパール戦争。新ネパール戦争。英語、死の、ネパリーズウォー、中国語、グルカの役、ネパール語、は、中国の新朝とネパール王国、ゴルカ朝との間に行った戦争。しばしば、グルカ戦争、ネパールチベット戦争とも呼ばれることがあるが、これらに関しては、それぞれの記事を参照。 この戦争はネパールがチベットに侵攻したことを契機に、その創始国である清がチベットを援護する形で、ネパールと交戦したものである。戦争の結果、ネパールは清に敗北を認め、その超広告となった。1740年以降、ゴルカ王、プリトビナラヤンシャ派は、マッラ朝の支配するカトマンズ盆地の支配に取り掛かり、1768年に、 ネパール王国を打ち立てた。この間、ネパールとチベットとの交易は遮断され、ブータンの通路が、ネパールの通路にとって変わっていた。1775年、プリトビナラヤンの息子プラタプシン・ハシャハの治世、ネパールは、チベットと交易協定を締結した。その協定では、両国の銀貨の純度は同等であることや、ケルン、クティ以外のルートに金銀を運ばないことが定められた。 だが、チベット側は粗悪なマンダ銀貨の使用に固執し続け、ネパールは自国のゴルカ銀貨との交換を主張し続けた。その上、ケルン、クティではネパールが効率の関税を徴収したため、チベットはシッキム経由の新しい交易ルートを開拓していた。ネパール側はこれらを協定違反としチベット側に抗議したが、チベット側は応じず、結果的に両国の関係は悪化の一途をたどった。 また、ネパールの交渉相手であったチベット政府のタシラマが没し、二人の息子の間で相続問題が生じ、兄が弟のシャルマ・パラマへの遺産分割を拒否した。そのため、シャルマ・パラマはネパールへと逃げ、チベット側はその引き渡しを要求したが、ネパールは引き渡しを拒否した。これにより、両国の関係は急速に悪化し、ついにチベットはネパールと断交した。 1788年夏、ネパールは、上記のチベットの協定違反を理由として、失死性のダモダルパンで、バムシャハを指揮官に行るんと、クテを攻撃、占領し、幼少のゾンが、シカールゾンを制圧した。また、国境近くのキロン、ニャラム、ソンカの鳥で、シカツエソイのイエイエも占拠した。チベットの宗主国であるキヨは、状況の把握、及び収集のために、 午前自衛大臣のともえたを派遣した。その結果、翌1789年7月に、ともえたの仲介でネパールとチベットは交和し、ケルン協定が締結された。協定はネパールに有利であった。チベット側が、ネパール側に、毎年5万1ルピーをネパールに支払うことが、定められたほか、資料によれば、年間11トン以上の銀、ネパールは、 チベットの貨幣を鋳造し、占領した国境の商業都市をチベットに返還することが定められた。これにより、ネパールはチベットから撤退した。だが、この協定はチベット側の人々全員が、よしとしたわけではなく、ネパール有利であったために、批判も多かった。協議の責任者である中倉大臣、アンマンは、北京に帰った後に自殺した。 1791年秋、ネパールは、チベットが2年目から協定を守らなかったことを理由として、チベットに侵攻し、再び戦争が勃発した。ネパールの兵1万5000がチベットに侵入し、チベット軍がラザエの道に配置されるまで、ダライラマ8世は北方に避難するように進めることが考えられた。また、ネパールに侵攻されたチベットは、ケルン協定が、 真の皇帝の公式許可を受けていなかったことを見て、協定の向こうを唱え、清志に援軍を要請した。ネパール軍は、タシルンポ寺院の財宝を大量に略奪したが、それは、タシルンポの富をちらつかせた、シャマルパラマの手先に案内されたものであった。タシルンポ寺院が略奪される前、寺院の会計係は、容易に運べるものは運び出していた。 カトマンズに送られた財宝はおびただしく、その後数年は、軍の兵士への給料は、金で支払われたという。1792年、真の権竜帝は、副公安指揮下の軍勢7000、雲乱殺指揮下の軍勢8000からなる、四川軍1万5000を裏差に派遣し、ネパールの領土に攻め入った。そのため、ネパールの摂政バハドゥルシャ派はごく西にいた将軍。 アマルシンハタパを戦闘中のガルワール王国と講和するように命じ、呼び戻させた。また、ネパールは、イギリス東インド会社のベンガル総督、チャールズ・コーンウォリスにも、援軍を求めた。イギリスはネパールに、新国の影響が及ぶのを恐れ、代表団の派遣を決定した。新国の大軍は、ネパール軍を圧倒していき、ヌアコートにまで兵を進めた。新軍と、 ネパール軍は首都カトマンズから二三日の距離にある大分で衝突し、双方に大損害が出た。戦況は、慎重有利に進んだものの、多大な損失を出したことと兵の疲弊、敵地における陶器の孤立、加えてイギリスの介入を清朝は恐れた。他方、ネパールも新軍が首都を脅かす状態を恐れていた。1792年10月2日、 新朝とネパールとの間に講和条約が締結された。条約は概ねネパールで有利あり、摂政バハドゥル社派の外交手腕が発揮されていた。条約の内容は以下の通り。これにより、ネパールは作法体制に加えられ、事実上の超広国となった。また、ネパールと中国の通商関係も構築され、チベットを経由して中国に赴くキャラバン隊は、 多くの商人と商品を持たら、それは1908年まで続いた。他方、この戦争を通して、真のチベットへの影響が強まった。新朝は、チベットの様々な分野の政治改革を行わせ、それと共に、ガライラマの選定に、金平政治と異選定法を導入した。講和が意外と早期に成立したので、ガルワールから戻った、ネパールの軍勢は参戦できなかった。 また、イギリスが派遣したカーク・パトリック・少佐の率いる代表団は、翌1793年になってカトマンズに到着し、介入の機会を逸した。その後、イギリスとネパールの直接対決はおよそ20年先、グルカ戦争においてである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。